アルベルト・フボ・フボは、韓国科学技術院によって開発された二足歩行ロボットで、一年間の作業の末、2005年1月6日に発表された。フボは、音声認識と合成機能、2つの目が別々に動く、精巧な視覚機能を備えている。フボとは、ヒューマノイドロボットの短縮系である。韓国のロボット工学の歴史は、比較的短い。ケースとが、 ゴッシュミシノギ教授の下で2000年に研究を開始した程度だ。最初のプロトタイプ KHR-1 は頭や腕がない状態で開発され2003年に発表された。続く KHR-2 は2004年に発表された。2005年11月に韓国ソウルで開かれた APEC 首脳会議で韓国、ダラス、テキサス州に拠点を置く。 ハンソンロボテックス社とケースとは世界で初めて等身大二足歩行型のフレームに人の顔を搭載したロボットを発表した。歩行フレームは既存のものだったが顔は物理学者のアルバート・アインシュタインのものを正確に再現していて話すことや広範囲にわたる自然な表情を表現することができる。表情の機能は リが開発したフィリップ・ケディックのアンドロイドをもとに作られており、2005年にイリノイ州シカゴで開かれたワイヤード主催のネクストフェストで公式に発表されている。人型のプロトタイプは公式にアルバート・アインシュタイン・ヒューボと呼ばれる。その後、人工知能の自主開発から人工知能部分をアメリカやイスラエルの研究者から無償提供してもらう戦略に変更された。 この人工知能部分は、ソース上と公開を基本としており、権利は開発者にあるが、その結果を独自に改変して、他分野に転用できるというものである。そのため、他国研究者の参加は、ほとんどなく、DARPA の DARPA ロボティクスチャレンジにおいても、韓国の研究者が、アメリカの大学で1名のみ参加を表明している。2015年6月に開催された、 ダーパロボティクスチャレンジ本戦では全部で8個ある課題に日本勢のロボットが阻まれ HRP-2 改めが10位と苦戦する中韓国科学技術院によって開発された2足歩行ロボットフボが全ての課題に成功し最高タイムで優勝したフボはフボをベースにダーパロボティクスチャレンジ用に改造を行ったロボットで 外からは見えない体内の伝送系も一新されており、外観のイメージは維持しながらも、ほぼ新規開発のロボットに近い内容となっている。ありがとうございます。